青森県の伝統工芸、伝統工芸っていうんですか、で小銀座しっていうんですけど、はあはあ、これ闘技塾の試合用の袴の背板、腰板のところにもみんな違う柄で入ってるんですよ、これが。でみんな意味も違って、一人一人、はい、みんな一人一人違うんですよ。縁起がいいっていう。これはだから闘技塾の時から使ってたやつそのままこれ。そうです、ここだけ。そうです。これ本当は色違いもあるんですよ、白この逆の色バージョンもあった。それももらった、はい、いただいて、あとは国体の時に、はい、ここにこの中に小銀刺し打ったやつ持ってるなぁ、もういただいたり。先生がそういうとこ来るんですかね。そうですね、うん、